蜀徳川連合からの知らせは、玉物前が仕組んだ罠だった。まんまと騙された英雄たちは、悔しさをにじませ、玉物前を完全に封印する決意を新たにする。その頃、東卓軍は、巨匠で炎章軍と対立していた。突如、土器を発して兵を進めてきた炎章軍に対し、何ら身に覚えのない東卓軍も、応戦の構えを取る。なぜ衝突しなければならないのか。理由もわからないまま、両軍はすでに一触即発。戦いは避けられない状況になっていた。面白い話が聞けたぞ。炎章軍は、こちらが先に攻めたと言っている。こちらの誰かが、勝手に攻めたとは思えん。とすれば、やはり何者かに騙されたのだろう。イエーイ！炎章の言い分などに興味はないわ。わしの巨匠を荒らすとは身の程知らずが、この手で葬ってくれるわ。戦もお料理もねね忍法にお任せ。東卓名名族に立てつかる孫千万連家の誇りにかけて奴を治癒するのだ。炎章、わけのわからんことを、貴様のようなアホ退院しよう。人形が光っておるではないか。九尾の尻尾が戦場におるようじゃな。炎章はいつも増しておかしい。何か炎章軍の戦法とは。あれは芝将だ。彼なら話が通じるだろう。騙されて動いた。触れたものはもはや話に応じない。まずは奴を倒しておとなしくさせるとしよう。しっぽりね。巨匠がやられた。まず進軍せよ。おいよ、腹の立つゴミどもよ。すぐにひねりつぶしてやるから待っておれ。冷める戦ぶり、煩わせて申し訳ない。紹介さんなんとお会いできるやないか。何やですわ。お前、炎章のところにいたのか。活躍を見せつけてくれるじゃないですか。誤解による戦いに意味はありません。
すぐに止めましょう。トウタクが押し返してんのか。炎章がやられちまう前に止めねえと。無益な争いはやめよう。炎章には我らが話をつける。奴は戦を止めに来たのか。いや、わしらを騙して罠にかける気じゃな。誰がその手に乗るか。足に下がる者は皆引き刻んでくれるわ。やはり無駄であったな。奴の浅はかさは罪悪。すまぬだな。あの者ら、我が軍への援軍か。ここはひとまず奴らに任せてやるか。くそ、引くしかねえか。兵の力、見誤った。ここは引くしかないようですね。あの援軍は何をしに来たのだ。援軍所自らが出るとしよう。あたしこそ本当に天下無双だよ。活躍を見せつけてくれるじゃないですか。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。霊族の支配地を荒らすゲロウだ。そこへ直れ。おお、一段と冴えておいでですな。今回だけは勝ちを譲ってやろう。もう我が支配地を荒らすでないぞ。はい、おしまい。帰ったら美味しいご飯だよ。ふん、芝生殿が偽物だったとはね。だが妙だな。奴を倒した後も炎章軍の勢いは全く衰えなかった。他にも偽物がいたのかもしれんな。ふん、偽物が何人いようと関係ないわ。炎章軍はわしの巨匠を荒らしたんじゃ。また叩きのめしてやってすっきりしたわ。これもみんなのおかげだね。ありがとう。